これからクサギについてお話します。このクサギの名前の由来ですが、枝や葉っぱに悪臭があるためクサギと名前がついたと言われています。次に花ですが、花は7月頃に白い花を咲かせます。また大きさですが、通常は3メートルぐらいのものが多いんですが、中には5メートルぐらいに成長するクサギもあります。次に特徴はですね、やはり葉っぱがハートの形をしているのが一番の特徴です。次に常緑樹と落葉樹に分けますと、落葉樹の仲間になります。また成長が早いか遅いかに分けますと、早い仲間になります。次に剪定の調査ですが、このクサギは強い剪定に耐えることができます。それを踏まえまして剪定のポイントですが、通常は50センチぐらい1年に伸びた場合は、その伸びた部分を年に1回ですね、切り戻して形を整えることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。